甘すぎるような気が僕はするんですよこれ大きくならないんじゃないって思ったことがあるんですけどなんだと思いますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ 失礼します今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捕らえと挑むではまずお名前をどうぞ山田修郎と申します四十六歳です住まいは大阪府でございます最終学歴は高校卒業現在の職業は会社の経営をしております では今回の希望金額と出資形態を教えてください350万円融資か投資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は無料で掲載できる建設業専門求人サイトを作り人手不足にあえぐ中小零細企業を助けたいではオールアナシン新しい未来を掴み取れキャッチャーマンドでは簡単に。 経歴の方を教えていただいてもいいでしょうかはいえっ、ー、と私は、えー、兵庫県の、えー、丹波地方の田舎町に生まれ育ちました、えー、高校卒業後トラックの運転手や、えー、土木作業員を経まして、えー、24歳の時に、えー、大阪に移りましたで大阪で職をいくつか御転々としまして、えー、その後、えー、株式会社光通信の方で営業職に就きました で営業職を 1, 1年少しやりまして今度は建設関係の資材の仮設のレンタルの会社に就職しましてそこで6年間また営業させていただきましたでその後ですね2007年31歳の時に会社を起こしまして現在16期目となりますで現在はですね2015年から自社で建設職人さん専門の求人サイトを 構築しましてそれを主軸として事業を行っておりますでは今回の事業プランをまず簡単にお話しくださいはいありがとうございます全国を証券にしました建設業を専門としたあ求人広告を運営してまいりますあの16期も経営されていらっしゃるんですよね、はいはい 前期の売上とか営業利益とかっていうのはどういう状況になってますか。はい、えっ、ー、と前期は正直ちょっと赤字だったんです。えー、前期でいくと売上で1400万円ぐらいで、えー、赤字が55万円。今の1400万は年焼。年焼です。なお間違えありはい。はい、で赤字ですね。赤字です。はい。その原因といいますか。えっとコロナ外交はやっぱ少しちょっと売上が落ちてるというのが正直なところでした。でただまあ今年はちょっと盛り返している状況ではございます。はい。 今のその、えっ、ー、と主軸になる仕事は何をやっていらっしゃるんですか。はい、ありがとうございます。はい、今はですね、えっ、ー、と大阪を証券にした建設業職人さん専門の求人サイトを運営しております。で、こちらがですね、プランとしましては、一応二ヶ月三万円、半年七万円、一年十二万円の三つのプランでご用意させていただいて。それを、えっとご提案しているという,ような形ですそ、その今のその事業での売り上げが千四百万なんですか。そうですね。千四百万円ぐらいです。はいはい。はい それ1年間のトータルはちょっと分からないですけど、今まで7年やってきまして、大体2000社ぐらいのお付き合いをさせていただいてますそれ,それに対してその、どうやってお金が入ってくる仕組みになっていいるんですすかねはい、ありがとうございます一応、えーと、先ほど言いましたように、2か月3万円の掲載量か、半年7万円の掲載量か、1年,の掲載、えー、1年ごめんなさい、12万円の掲載量をお客さんのようえー、選んでいただいてるんです。 とというこは制約したらいくらとかって話ではなくて、はい、広告掲載料でのおっるでございます。はい、で、今回のプランはそれとは別なんですか別です。一応、今は証券は大阪でやってるんですが、今回は全国に広げた形で、証券を広げて、えー、新たな求人サイトを構築するというような形でございます。ごめんなさい、実際今、現在の事業で。株式会社、ースタイル代表、谷本快次、シングルマザー家庭で育ち、金なし、値なしで一台から起業。 大阪をを拠点に事業を展開グループ法人6社を管轄し年商は60億円超え SNS 総フォロワー数は約10万人を超える介護福祉業界の革命家は志願者に寄り添うのか何わの虎の厳しさを見せつけるのかすでに「職人スタイル」というサイトが今の先ほどのおっしゃった売り上げですよね今回新たにまあ9月ぐらいから運用開始予定となっている この建設業種専門求人と具体的に何が異なっていくんですか、はいはい、ありがとうございます。はい、まず、えっ、ー、と、一つは、えっ、ー、と、営業形態が違います。あ、ごめんなさい、営業の仕方が違います。で、基本的に今、大阪証券にしてますんで、基本的にプッシュ型で営業させていただいて、お客さんのところにお伺いして、えー、提案をさせていただいて、で、えー、と契約いただければ、こちらで、掲載内容を全部作りまして、お客さん承諾いただければ、そこから掲載スタートと。 いいうようよな流れでございますで今回新たにするものに関しましては、えー、基本的には登録は全部お客様の方にしていただきます。で、えー、なおかつ登録、掲載、えー、採用まで一切無料いつお金がかからないものを主軸に展開をしてまいりたいというふうに思っております。まあ簡単に言えばインディードみたいなおっしゃる通りでございます、ね、の職人専門版と 今までやってた、えー、と求人の方はすべて有料プランしかなかったりで,すで今回、新たに、えーとまあ、無料プランも、はい、ラインナップに入れるとおいうことです。例えば、お客様が勝手に登録してくださるからといってあの勝手に売り上げって上がっていくものじゃないと思うんですけど、はいはい、す具体的にどのようにこのサービスがあることを周知していかれる予定なんですかあ、えー、とそこに関しまして基本的には広告で、えー、無料で掲載できるものを。 ですということで、広告をしていこうというふうには考えてます。広告だでりだけです,だけですかいや、えっと、そうですね。と、あとはもう、ま、YouTube とかを立ち上げまして、YouTube の方でもやろうと思ってます。うん、はい。ね簡単に YouTube 立ち上がったからといって、たくさんの方に知ってもらえるってわけではないと思うんですが、はい、何か必殺技があるんですか必殺技は正直なかなかないです。ただ、おっしゃるようにですね、あの、 まずその今現状として建設関係本当にもう人不足の状況でございますハローワークさんを見てもですね、えー、と今11万社建設関係だけで載ってますそれだけや人手不足が慢性化してますんででおっしゃるようにですねあの広告とか YouTube とかだけではなかなか集まらないと,いうところはあるんで実際に載せてらっしゃるところに無料でこういうものを掲載できますということでもうあの電話はしていこうとは思ってます、はい、でそこでこうどんどん,どんどん増やしていくということもやり,やりながらとは考えています 実際無料でって言ったらねハローワークの求人ももちろん無料で載せれるわけじゃないですか、はい、で私の会社も建築免許は取得してまして、まあ、そういう求人を打ったことあるんですけどもじゃあ無料だからそちらで登録してくださいと言われて、まあ、実際こちらの時間的テーマがかかっていく中でどんだけのじゃあサイトなのかとかそういったものがあのよくなければおそらくお客様は登録しないと思うんですよね。まあ、そこにおける具体的な対策 であったり、サイト構築がこんだけ素晴らしいんだよみたいな、何かないんですかね。一応ですね、えっ、ー、と、まず一つ言えるのは、建設関係専門で。で、えー、求人サイトで、なおかつ無料というものっていうのは、なかなかないんです。で、そこに関してま、まあ、一つ、まあ、価値を見出したいなというのは思ってます。これ、例えば、その建設関係が人手不足っていうのは、私も不動産業をやっているので。まあ、ものすごいよく聞くんですね。 で職人さん自体が少なくなってきてるんで、それで言うと求職者さんがそもそも増えないと企業も載せないと思うんですよ。その職人さんがそこにこうなん,てうんですかね、集まってくる何か理由ってあるんですか。はい、独自性が見出せないかなと思っていろいろ考えてはいたんですが、まず今回載せていただくお客さんには、えっ、ー、とまあ,あのうち独自の、えー、待遇を一つ載せてくださいと。 といいいいうここでででお願いしますすれは何でもいいんです例えば、えー、と職人堂という名前でやるんですが職人堂で来た人は、えー、面接時の交通費全額支給しますとかあとは、まあ、日払い全額対応しますとか、はい、いうようなものを各社に、えー、と載せていただこうと。 いうふうに考えていますで、それがまあ確かに一社ではそんなにパンチはないんですけど全社待遇一つ何かと特別な待遇を載せていただくことによってあどうせ転職するんなら職人道で一回探そうかというようなところはど線作りはしたいなというふうには思っておりますこれってインディードさんとかで言うと無料で掲載ができてで一時 cm 論量とか半端じゃなかったと思うんです、ね、そうですねはい、はい、でそれでみんなインディードってものを認知 するわけですよね。で一回そこで調べてみようかと多分なるんだと思うんですよ。で企業もそれに対して人が集まってくるからそこに載せようとなるなりますよね。それでいうと今の話だとなんかそこに対応を載せたとしてもそもそもそれが分からなければ来ないわけじゃないですか。はい、それでどうやって はい、えっ、ー、と、そこは結構厳しいところではあるんですが、ただ今、大阪でまあ7年間建設専門でやってまして、でその中でもあ,ある程度、この SEO 対策とかっていうのは、もうこれまでもう経験としてやってきましたんで、はい、まあ,ある程度、地域であったり、職種であったりっていうところで、キーワードで検索されたときに上がってくるということはできますんで、まあ、そのあたりで少しずつ認知を上げていくというところしか最初はないと思ってます。 今のおっしゃった SEO っていうのはどういうワードでの SEO が強いんですかね。えっと、基本的には例えばえっと建設関係で働く方って、はい、あの自分が働きたい職種で探されます。例えば足場求人大阪とかで検索いただくと、だいたい一ページには出てくるというような形は取らせていただいてます。はい。あともうあの単純に職人求人大阪でももちろん出ます。 1ページ目ってことですねそうですねあの一番上とていうのはなかなか難しいんですけどそういう形で、まあ、エリアと職種と求人というキーワードでなら上がってくる形はそんなに難しくないかなと思ってます無料掲載が魅力の建設業界専門求人サイト可能性を秘めたビジネスに虎たちが目を光らせる好調な滑り出しを見せるタイガーファンディング一体どうなる 実際この必要資金の内訳で企業向けの広告費が300万円で求職者向けが100万円って書いてるんですけど、たった100万円じゃ全然まあ認知できないと思うんですが、逆に私が知らない方法で100万円でもこんなにたくさんの方に知ってもらえるんだっていう方法があるんやったら教えてもらいたいんですけど、なかなかその何の広告回そうと思っていらっしゃるんですかえっと、まずえと企業側の広告に関しては、YouTube 広告で SNS 広告であとはディスプレイ広告。 この3つで、えー、まずは認知度を上げていきたいなというふうに考えています。で、求、え、職、ー、者さん向けには、基本的には最初はもうあの、ユ、えーチューブやられるっていうことですけど、株式会社 FC チャンネル代表、林直浩、年商は衝撃のゼロ。 学生企業から快進撃、フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの王が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導く YouTube やられるっていうことですけどそうするとこれこの動画広告作成費っていうことで当たるんですかねはい、はい、なるほどそうするとあ、はい、ち,えちょっと違いますかね 動画の制作費ですね、に関しましては、えー、YouTube 広告の動画の制作費とういうふうに考えています、うん、制作費ってことは、トゥルービュー広告の費用とかまた別になりますよね、ただチャンネルを作るだけっていうことですか、それともどういう感じですかねあすいません、あの説明を足で申し訳ない、えー、YouTube、えー、のチャンネルはもう自分でどんどん作っていって、自分で編集して、自分で上げていきます。 いや、それは別予算ってことですか？それはもう基本的に予算はかけなくてやります。かけないでできます。自力で撮影して、はい、まあ、最初はですね。ええ、あの、例えば私が知っているノウハウ、例えば求人のノウハウとか<あ>そういうのを。まあ自分で撮影してあげていこうと思ってるんです。 社内で編集、社内で編集、編集は私がするんです。もう自分にするんですか。はい、もう今い一つか二つも上げたんですけど、はい、あの本み、社長水川、やりましたね。はい、やりました。あのじゃ検索してみますね。なんて検索したら出ますか。社長のための職人道で検索いただくと、すみません出ると思います。モフモフ不動産さんみたいですね。そうですか。モニター置いて後ろに。はいはい。ちょっとそれっぽくやってみたんですけど。 今まで大阪に証券絞ってやっててや、はい、それでまあその紆余曲折あってそんなにうまくいってる状態じゃないよっていうことはさっき伺ったんですけど、はいはい、これなんで今このタイミングで全国やろうと思ったのかっていうのが。 で一つはですね、えー、と先ほど言いましたやっぱりコロナ禍っていうのがございましたで、えー、とコロナ禍以降建設関係でそんなに実は売り上げって落ちてはないんですただ、あのー、お客さんにやっぱり聞きますと、あのー、求人の営業がすごい増えてると。 ともう営業電話がすごい多いからもう求人かけても来ないのにあの求人からばっかり電話かかってくるからもうとにかく断っているということをおっしゃる方が多い状況で売り上げが落ちてました。ですんであのちょっとこのプッシュ型の営業っていうのはちょっともう今後ちょあの限界が来てるなというふうに考えたんでじゃあ何かこうお客さんと関係性を、えー、作った上で アプローチとか提案ができる形ができないかなと思ったときにじゃあ無料で関係あの掲載していただいて関係性を作った上でさらに上の方に出ますよっていう有料プランどうですかというご提案ができればということでこういう形を取らせていただいたというところです。求人が集まりづらい中で、はい、求人の営業マンだけが増えてる状況、うん、うん、はい っていうのがその特に顕著になってきてるからそれのソリューションというか,なんか回答を自分で作りたいなうちのサービスを全国展開したいな、はい、っていうことなんですね。はい、そうですねただ、これ要は建設に限定してないだけでポータルサイトみたいなのいっぱいあるんですよねその全国規模のえ働きたい人と建設系で働きたい人と建設の求人 してると、ころのマッチングのサイトとかアプリっていうのはいっぱいあるわけですよね。そうですね。大手さんで行くと、例えば CM やってらっしゃる。助太刀さんとかっていうのははい。大手さんになると思います。そこでなんか山田さんがやるこう。優位性とか必要性、あるいはそこにどういうチャンスを見出してるんですかね？なんか結構こう。大手さんがすでにいくつもあるのに。なんか勝てる。 勝ててるって何で思ったのかなこのタイミングでっていうのが知りたいですお,おっしゃるように大手さんもありますで大手さんを利用されてらっしゃる会社さんもすごい多いんですただそれでもやっぱりね採用になってらっしゃらないでどうやったら採用できるかっていうことはやっぱこう常にこう考えて探してらっしゃる企業さんも多いのも実情ですでそこで大手さんっていうのはやっぱり値段もそこそこします16万円とか30万円月にするっていうふうにお聞きしてますんでそこのお金を出せないっていう企業さんも たくさんいらっしゃいますで、そこに関して当社は1ヶ月1万円とか1万5千円の、えー、有料プランですんでじゃあ1万円ぐらいやったらちょっとやってみようかというところを狙いたいというふうに思っておりますそれって例えば求職者側の人から考えたときに普通に考えると認知でいうと 株式会社一位不動産代表寺田隆関東拠点に不動産事業を展開物件購入からデザインリノベーション販売まで自社で行いこだわりの住宅づくりを実現する5年で売り上げは10倍グループ売上は20億円超え一期一会を重んじる不動産の虎参戦戦隊一遇の出会いが志願者を新しい未来へと導く普通に考えると認知でいうと、はい、助太地さんの方が多いわけですよね多いですねそうした時に助太地さんで普通探すと思うんですね じゃあその掲載料が払えない会社があったとして、はいはい、その会社が、えー、と御社の方には載っているとでも、求職者の人ってそっちの会社に入りたいですかね掲載できない会社って資金が払えない会社であったりとか労働条件って悪くなるんじゃないかなと思うんですけどそこにわざわざ求職者って行くメリットって何かかあるんですかねメリットというところはむなかなか難しいとは思いますそしたら求職者ってそこに来なくないですか、はいうーん そうですね。だからそこ、そうですね。ただあの一つ言えるのは、えっ、ー、と大きいから、えー、待遇がいくとか小さいから待遇が悪いということではないんです。各企業さんの努力だというふうには思います。資金がない、えっ、ー、ごめんなさい、えっと三十万の資金力がないから待遇が悪いということではないです。例えば待遇が悪くないにしても、同じ待遇だとすると。 なんか資金力の後がいいんじゃんかなってまあ,、まあ、<laughs> まあ確かにそれは <laughs> それ思っ <laughs> ちゃうんですけどもうそこそれを言ってしまうと確かにそうかもしれないですはい <laughs>、うん、はいただまああの私のその思いとしてはえそういう零細企業さんを助けていかないと今後建設関係というのは本当にもう立ち行かなくなるというふうに考えてますなんかこうなんて言うでしょう人が足りなくなるのは間違いないと思っていて、はい、人を育成して職人を増やすと。 いうことならなんか言ってることわかるんですけど、求職者って今えっ、ー、とそんなに多くなくて欲しいっていう会社がめちゃくちゃ多いんですよね。すはい、そこに対してサイトを作っ でそれが助かるっていうイメージがなんかどうも湧かないんですけど。なるほど、はい、わかりました。で、えっ、ー、ともちろん最初はあのそこまでなかなかあの進んでいかないかもしれないです。ただあの最終的にはえっ、ー、と他の業界から求職者を連れてこないとこの業界は助からないと思ってます。で、そこが今どこの媒体もできてないと考えてます。うんでじゃあどうするかと言いますとやっぱり職人でかっこえなとか。 現場で働くってかっこいいなって思ってもらえるようなものを、やっぱりこう、プロモーションでやっ,ぱやっていかないと、そこは増えていかないという状況です。ですので、そこはですね、やっぱ最終的には大きく求職者向けのプロモーションっていうのはやっていく必要があるんですが、もう正直言ってそこまでやっぱ資金がないんで、そこに関してはすぐにはできないと。 まずその前段階としてまずプラットフォームを作らせていただいてその上でそこで収益が上がれば、えー、そこのプロモーションに対してお金をかけていきたいというふうな考えでございますあの、まあ、私より年上で46歳の経営歴も長い方に言うのは大変失礼かもしれないんですけど、はい、正直ちょっと甘すぎるような気が僕はするんですよ。そ、まあ、そもそも大阪のみに特化した 建設の求人サイトでまだ赤字の状況で、じゃあ手広く全国に広げたらいけるわ。とか150万円のサイトって正直まあ、そこまで立派なサイトはできないと思うんですね。まあ、予算がないっていうのはわかるんですけど、人さえ集まってしまったら企業は後からついてくると思うんですよね。じゃ、その予算の書き方を含めてこう。10。何年間経営されてこられた方の事業プランなのかなって正直思うんですが、どのように思われます。 はい。あのー、まあ、それはもう言われてしまえばそうかもしれないです。ただ、常に赤字だったわけではなくて、去年が赤字だったということだけでございます。それまで黒字でずっと来てましたんで、あの、その中でですね、あの、ま、培ったもので、経験したことで、えっ、ー、と、お客さんから聞いたことを踏まえて、こういう形で広げていくのが、一番、ま、お客さんにとっても、私たちにとっても、ま、メリットがあるんじゃないかなと。 いう思いで、この事業プランを考えたというところでございます。ごめんなさい。職人スタイルっていう、今あある既存のサイトをバージョンアップするってことですかね。職人道っていうのは。一応別のサイトにはなります。 じゃこの職人スタイルはどうすするんですか今後職人道の方がある程度こう軌道に乗ってくれば職職人人スタイルの方は職人道の方方は道に移行してていこうと思ってますそんなに仮に職人スタイルっていうサイトがまあ黒字のタイミングもあったとおっしゃってたのである程度こうドメインとして強くなっているんであればこれを活かしていく方が私的にはいいかと思うんですけどなぜこの新しく職人道を作ろうっていう。 まあ、どうせそこは単純にもあのサービス概要はちょっと違ったんであの私が着想したのが違ったんで違うドメインで違うサービス概要を作った方がいいのかなという考えでドメインを変えたとといいうところでございますうんなるほどはいありがとうございます既存の求人サイトとの差別化が求められるこのビジネス志願者の提案における独自の強みを探る虎の面々次回 のの後半戦虎たちの牙が志願者へと突き刺さるでもそれはダメでしょうって僕が一つ気になったことあるんですよ。はい、それ大きくなんないんじゃないって思ったことがあるんですけど何だと思いますえー、えー。